生成 AI を活用したプログラミング学習の加速術。今回はセクション2になります。それではまずセクション2の概要から始めていきます。前回のセクション1は生成 AI の概要とプログラミング学習への活用ということで、生成 AI を使ったプログラミング学習の最初の第一歩について解説しましたね。開発環境であるとかチャット GPT の使い方などを解説しました。今回はセクション2です。 的確な質問と回答の評価になります。どうやって生成 UI に質問したらいいのか、そして帰ってきた結果をどのように評価したらいいのか、その他について解説していきたいと思っています。セクション2の内容はこちらになります。まずはセクション2の概要ですね。次に、プロンプトエンジニアリングとプログラミングについて解説します。 プロンプトエンジニアリングとは何か具体的にどのようなテクニックがあってそれをプログラミングにどのように応用することができるのかそのあたりについて解説しますそしてその次ですがプログラミングを基礎から学ぶになりますプログラミングをゼロから学習したいときにどのようなステップを経ればいいのかそのあたりについて解説しますそしてその次はプログラミングを応用から学ぶですね プログラミングを学習する際に基礎から学んでもいいんですけど、それだとちょっと飽きてしまうという方もいるんですね。プログラミングはいきなり応用から学ぶことも大事なことがあります。そしてできれば基礎を学びつつ応用も学ぶ、こちらを行ったり来たりするという学び方がいいかなと思います。なので生成 AI を使ったプログラミング学習について、今回は基礎から学ぶ方法と応用から学ぶ方法、両方を解説したいと思います。そして最後に演習があります。 こういった流れで今回のセクション2を進めていきたいと思います。それではここで前回のセクション1の演習について解説します。回答例について説明しますね。前回の演習ですがこちらでした。LLM に Python のリストを解説してもらう。そして関連した演習問題を LLM に作ってもらう。最後に Google コラボラトリーでその演習にトライするという課題でした。 それでは試しに ChatGPT を使ってこちらを進めていきましょう。これは ChatGPT の画面ですね。GPT-4 が選択されています。ここで。Python のリストについて解説してくださいと入力しました。前回はロールプレイのテクニックを使って講師になりきってもらって答えを返してもらいましたね。今回はシンプルに Python のリストについて解説してくださいと投げるのみです。 解説が始まりましたね。例文なども書かれています。結構長い解説となっていますね。シンプルな問いかけなのになかなか長い返答となっています。リストについて詳しい解説があって、最後にまとめがあります。それでは次に。 蒸気に関する演習問題を作ってくださいとお願いします。その結果、このような問題が作られました。問題1、問題2、問題3とありますね。エコな分量の問題となっています。それでは、1つ回答してみましょうか。 最初の問題。フルーツという名前のリストを作成し、アップル、バナナ、チェリーを要素として追加してくださいということですね。はい。では、Google コラボラトリの画面で、コードセルを追加し、フルーツイコール、はい。実行します。3つの文字列です。なので、二重の 点々で囲みます。そして、実行します。はい、問題なく実行できましたね。先ほどはこの二重の点々で囲んで文字列にするのを忘れていました。問題なく実行できたので、回答しましょう。問題1の1の回答を。 こちらとします。正解ですとのことですね。次に問題1の2に進んでくださいとのことです。こういった感じで順番に回答していくことで Python の学習が進むかと思います。はい、皆さん、Google コラボで編集問題にトライするところまでできましたでしょうかもしやり方に迷ってしまった場合は、前回のセクション1の内容を復習してくださいね。 はい。それでは、演習の回答例の解説はこれぐらいにして、次に行きたいと思います。それでは、ここからは、プロンプトエンジニアリングとプログラミングについて解説します。前回、プロンプトエンジニアリングの概念自体は簡単に解説しましたね。今回は、具体的にどのようなテクニックがあるのか、それを見ていきたいと思います。まずは、ゼロショット、もしくは、フューショットプロンプティングですね。 これはプロンプトエンジニアリングのテクニックの一つなんですけど、ゼロショットの方は例示をしないプロンプティング、フューショットはいくつか例を示すプロンプティングになります。次は、チェーンオブソートプロンプティングです。これは複数の中間的な推論ステップを介して複雑な推論を実現するプロンプティングになります。こうやって文字で書いてもよくわからないですね。この後実例を見ていきましょう。 他にもこのゼロショットとチェーンオブソートを組み合わせたゼロショット COT というテクニックもあります。こちらについてもこの後見ていきますね。他にも様々なプロンプトエンジニアリングのテクニックがあります。これらは経験的なものでもあるんですけど、実際に体系的な研究がされていて有効であることが示されているテクニックになります。それではまずフューショットプロンプティングの例を見ていきましょう。 こちらがチャット GPT におけるフューショットプロンプティングの例ですね。文章から温度を想像してくださいとまず書いています。そして例がいくつか書いてますね。上半身が裸でバイクに乗る、寒い。滝に打たれる、寒い。つまらないジョーク、寒い。こたつに入る、暖かいと書きました。その上で退屈な漫才という問いかけに対してどう答えてくれるかということですね。実際に寒いと。 答えることができています。このように複数の例を示すことで回答の精度が向上するテクニックがフューショットプロンプティングになります。ここのつまらないジョークに対する寒いという答えがおそらく正しく回答できた理由じゃないかと思っています。それではこのフューショットプロンプティングを応用していきましょう。プログラミング学習における応用ですね。このようなプロンプトを今回使ってみます。 以下の言語における関数の書き出しを教えてくださいと書きます。関数はさまざまな言語がありますので、その書き方、言語別の書き方の例をまずここに示します。JavaScript では関数はファンクションという技術から始まります。Ruby の場合は def ですね。そして C 言語の場合は返り値の型になります。例えば整数型であれば int、小数型であれば float になります。 そして、語言語の場合は、ファンクですね。このように言語によって関数の書き出しは異なります。例を挙げた上で、最後に、Python コロンと書きます。こう書くことで、Python における関数の書き始めについて答えてくれるかと思います。それでは、このプロンプトを ChatGPT に投げてみましょう。新しいスレッドを始めて、ペーストします。入力します。 答えてくれましたね。解説がちょっと入ってしまいましたけれど Python はデフと正しく答えることができましたこのように書くことで聞きたい質問に対して答えてほしい形式で正しく答えてもらうことができるんですねもうちょっとうまく書けばこの最初の解説もなくすことができるかなと思います次はゼロショットプロンプティングについて見ていきますまず悪い例を解説しますね ゼロショットプロンプティングはその名前の通り、フューショットプロンプティングのように例を示せないプロンプティングになります。ゼロショットですからね。例を示しません。例えば、このようなプロンプトをまず投げてみます。文章から温度を想像してください。先ほどフューショットプロンプティングではいくつかの例を挙げましたね。今回はいきなり退屈の漫才コロンと書きます。そうすると、どのような答えが返ってきたかというと、 このような答えが返ってきてしまいました。なんと退屈な漫才の本文を書き始めてしまったんですね。実際読んでみるととてもつまらない漫才になっておりますので、本当に退屈な漫才を書いてしまったことになります。これは何が悪かったかというと、例がないので何を返せばいいのかよく分からなかったということなんですね。 文章から温度を想像してください。そして退屈な漫才。何を書けばいいのか。これだけだと今一つ特定できないですよね。人間にこれを投げてもこういう文章を返してしまうかもしれません。LLM も人間と同じように具体的な指示があると精度のいい回答をすることができます。それでは次は良い例を見ていきましょう。文章から温度を想像してください。そしてこちらの文章を加えます。 そして温度を表す形容詞を考えて、それのみを記述してくださいと書きます。温度を表す形容詞、そしてそれのみを書くと具体的な指示をすることで、このような結果を返すことができます。退屈な漫才に対して冷たいという結果が返ってきました。まあ、できれば寒いの方がいいんですけど、イメージ自体のものに近い答えが返ってきていますね。 このようにゼロショットプロンプティングの場合はフューショットプロンプティングと違って具体的な指示をする必要があります。例がない分、より文章が具体的である必要があるんですね。それではこのゼロショットプロンプティングを応用していきましょう。先ほどと同じ課題にトライしてみます。関数の書き出しを教えてください。書き出しの箇所の面に記述し、それ以外は一切記述しないでくださいと書きます。 そして、Python コロンと書きます。新しくスレッドを作って、ペーストして入力します。書き出しの箇所のみ書いてくれて、それ以外は一切書いていないですね。望んだものにかなり近い答えが返ってきたのではないかと思います。できれば最初のここ、DEF のとこだけ返して欲しかったんですけど、そうしたければより詳しい指定をする必要があるかなと思います。 このように、まあ、例を示した方が効率的に精度にい,い結果が与えられる場合と、例を示さないで文章で詳細に指定した方がいい結果が得られる場合があるんですね。なので、条件に応じて、フューショットを使った方がいいのか、ゼロショットを使った方がいいのか、考えながら使い分ける必要があるかと思います。次は、チェーンオブソードプロンプティングを紹介します。こちらのプロンプトにご注目ください。 次のグループの中にある奇数を足し合わせると奇数と偶数どちらになりますかと聞いています。12、31、3、12、24、5、32といくつかの数がありますね。そして回答例をここに書きます。A と書いてグループの中の奇数は31と3と5です。それらを足し合わせると39です。39は奇数なので答えは奇数ですと書きます。 このように質問と答えの例をあらかじめ書いておくんですね。その上でこちらの質問になります。次のグループの奇数を足し合わせると、奇数と偶数どちらになりますかと聞きます。数値がいくつか並んでいますね。4、15、12、1、12、3、17が並んでいます。そして A コロンと書いて、この後に続く回答をチャット GPT に求めます。得られた結果がこちらですね。 グループの中の奇数は15、1、3、17です。それらを足し合わせると36です。36は偶数なので答えは偶数ですと正しい答えに返ってきました。これは単に9だけ投げてもうまくいかないんですね。9に対する A、Q&A の例を1つ投げてやることで、その後の質問に正しく答えることができるようになります。答えを得られるまでの 家庭の例を与えてやることで答えの精度が上がるのがチェーンオブソート・プロンプティングになります。ただこのチェーンオブソート・プロンプティングに問題がありまして、質問と答えの例を作るのが少々面倒くさいんですね。チャット GPT に気軽に聞くことができないんです。いちいち例を詳細に考えないといけません。なのでその弱点を克服した方法がこちらになります。 ゼロショット COT ですね。COT はチェーンオブソートプロンプティングの略になります。こちらのプロンプトにご注目ください。以下の質問に回答してください。回答はステップごとに出力してくださいと聞きます。Q の内容は先ほどと同じような内容ですね。以下のグループの奇数を足し合わせると奇数と偶数どちらになりますかという質問になります。そして、質問にこちらの一文が加わっていますよね。 回答はステップごとに出力してくださいと書いてあります。具体的な例を示さなくても、ステップを踏んで LLM に回答させることで、回答の質は上がるんですね。ステップを踏むように LLM にお願いするだけで質が上がるようになります。それがゼロショット COT です。答えを見ていきましょう。この問題を解決するために、リストから奇数を見つけて、それらを合計しますと書きます。ステップに分けて書いてありますね。 奇数を識別する。このリストから奇数を見つけます。12、31、5、14、42、3、17。奇数は次の通りです。31、5、3、17。奇数を合計する。これらの数を足し合わせると31、31たす5たす3たす17で56。結論以上からリストの奇数を足し合わせると56となり、これは偶数ですと答えることができています。 このように、たった一文で答えの精度が向上するので、ゼロショット COT はとても便利で簡単なテクニックですね。それでは、このゼロショット COT をプログラミングの学習に応用してみましょう。このようなプロンプトを使います。以下の質問に回答してください。回答はステップごとに出力してくださいとお願いします。このような質問を投げてみますね。クイックソートというアルゴリズムがあります。これに関する質問を投げてみましょう。 クイックソートでデータをソートできる理由について Python のコードを例にして教えてくださいと質問します。データをソートというのは、例えばと、5、4、8を、4、5、8のように小さい順、もしくは大きい順に並べる、そういった作業ですね。これを、その作業を行うためのアルゴリズムがクイックソートになります。他にも様々なとソートのためのアルゴリズムがあるんですけど、その中の一つですね。 回答はステップごとに出力してくださいとお願いしました。その結果、実際にステップごとの出力になっていますね。Python での実装例も書いてくれています。実際に Python のコードを書いているようですね。実行可能なコードで書いてくれているようで、アナライジングとしばらく表示されます。 ただ、クイックソードを初めて学ぶ方にとっては、ピボットという言葉が分かりづらいかもしれないですね。まあ、これについては後ほど質問してもいいかなと思います。あ、エラーになってしまいました。それでは、再び、投げてみましょう。一旦停止して、再開します。 各各スステテッッププのの詳細についいいてててて解説がありまますすねそして各ステップのコードを書いてくれていますなかなか分かりやすい解説になってるんじゃないですかね。もし分かりづらい用語があったら、その後質問すればいいかなと思います。Python のコードが書かれていて、実際にこのコードを実行して、その実行結果が表示されていますね。 最後にまとめがあります。こういった感じで、回答はステップごとに出力してくださいという、ゼロショット COT のテクニックを使うだけで回答の精度が上がることになります。ちょっとしたテクニックで回答の精度が大幅に良くなりますので、ぜひ皆さんもこちら試してみてくださいね。次は要件定義について解説します。この要件定義はとても便利で汎用性の高いテクニックなんですね。 要件定義というと、生成 AI の登場以前からある概念です。普段仕事で使っている方も多いかなと思います。この要件定義は生成 AI を扱う上でとても便利なんですね。なぜなら、生成 AI は人間の意図と読み取る際にきっちりしたものがあると的確に読み取ることができるんですね。そのきっちりしたものを定義する際に使えるのがこの要件定義のテクニックになります。それでは例を見ていきましょう。 こちらのプロンプトにご注目ください。以下の要件に基づき、学ぶべきプログラミング言語として Python と JavaScript を比較してくださいと投げます。そして要件はこちらですね。対象はプログラミング初心者ですが、将来的に Web エンジニアを目指しています。比較項目を5項目上げて比較してください。ここに例が上がってますね。ここでフューショットプロンプティングの例を使っています。 取得難易度、用途、将来性などは具体的に挙げています。両者のコードのサンプルを表示してください。比較結果を表に求めてください。最後にどちらを学ぶべきか意見を述べてくださいと投げます。それではこの要件定義に基づいてどのような結果が返ってくるのか確かめてみましょう。新しくスレッドを作ってペーストします。入力します。 各項目を5項目上げてくれているようですね。例として挙げた習得難易度であるとか、用途であるとか、あるいは将来性なども上げられているかなと思います。例に挙がっていないエコシステムについても記述がありますね。あとはコミュニティとサポート。 様々な項目で2つの言語を比較してくれています。将来性もありましたね。そしてコードのサンプルもあります。これは要件定義に含まれていますね。あとは結果を表に求めてくれています。最後に結論がありますね。 結論としては JavaScript の方が直接的な道となるようですね。えっと、文章も途中で終わってますので続きを書いてもらいましょう。続きと入力します。JavaScript を使えばバックエンドもフロントエンドも両方できるのでとても汎用性があるとのことですね。ただ Python も Web 開発で利用されることがあるとのことです。 興味や必要に応じて学習を進めると良いでしょうとのことですね。興味や必要に応じてどちらかを選択すれば良い,いとのことですね。そして最後に進める学習言語とのことで、Web エンジニアを目指すならば初めに JavaScript の学習を強く推奨しますとのことですね。まあ確かにこちらの方が汎用性が高いですので、まあ、Web の世界では汎用性が高いですので、まあ、JavaScript を選ぶの方が無難かなと思います。 えっと、総じて JavaScript を主軸に置きつつ、将来的に Python の視野に入れておくのが Web エンジニアとしての幅広いキャリアを築く上で有益ですとのことですね。なかなかいいアドバイスがもらえたのではないかなと思います。実際にコードもありますしね。このような感じで、プログラム学習を始めるにあたって、どの言語を選択すればいいのか、それについても具体的で、あの、詳細なアドバイスをもらうことができるわけです。 その際に役立ったのが、この要件定義のテクニックですね。この要件定義のテクニック、他にも様々な用途で使うことができる、非常に汎用性が高いテクニックですので、ぜひ皆さんも、皆さんの目的に応じて使ってみてください。それでは、ここで GPT ベストプラクティスというのを紹介します。これは、OpenAI が公式で提供しているドキュメントですね。様々なプロンプトエンジニアリングのテクニックを紹介しています。 英語で書かれてるんですけど、あの、DP レザードを使って翻訳することもできますので、ぜひ興味ある方は読んでみてください。具体的な例文などが書かれてますね。悪い書き方、そしていい書き方が比較されて書かれたりしています。そして、プレイグラウンドで実際に試すこともできますね。プロンプトエンジニアリングについてより詳しく知りたい方は、ぜひこうしたドキュメントを読んでみてください。あとは、 プロンプトを書くときに有用な書き方にマークダウンというものがあります。マークダウンはエンジニアがよく文章を書くときに使う技法なんですけど、非常にシンプルなルールで見栄えのいい文章を書くことができますので、とても便利な技法です。マークダウンの例がこちらにありますね。最初にシャープをいくつつけるかで見出しの大きさが変わってきます。あと引用の書き方とか、 リストの書き方とか、コードの書き方などもあります。チャット GPT にコードを渡す際は、まあ、このようなルールに従って書くと効率的に渡すことができるかなと思います。例えば JavaScript のコードの場合は、この点々点で囲んで、最初の点々点の後に JavaScript と書いてますね。こういった書き方で渡してやると効率的に LLM がコードを処理できるかなと思います。こちらも頭に入れておいてください。 はい。それでは、プロンプトエンジニアリングとプログラミングについてはこれぐらいにしておきます。次に行きましょう。